ストロベリーパフェプリンパフェミニコーヒーゼリーパフェパフェとは背の高いグラスにアイスクリームフルーツを主体としてその他の甘い具を加えたデザートその時々により生クリームバタークリームチョコレートソースシリアルナッツなどを加えるフランス語で完全なという意味のパフェから完全なという意味とされるパフェはその英語による発音からフランスでのパルフェは 卵黄に砂糖やホイップクリームを混ぜて型に詰めて凍らせたアイスクリーム状の霊下にソースや冷やした果物を添えて皿で供する。日本のパフェとは異なるがこのパルフェに様々に手が加えられ現在の日本のパフェが完成したと考えられる。似たデザートにアメリカが収国発祥のサンデーがある。安息日である日曜日に贅沢なパフェを食べることを嫌ったことから 日曜日にも売れるようにより質素に作ったサンデーが登場したという説もある。またパフェはコーンフレークトッピング、これに対してサンデーはアイスクリームにトッピングが施されている。つまりパフェはフランスでの産物、サンデーはアメリカでの産物である。岡山市の岡山商工会議所は岡山がフルーツ王国と呼ばれることに着目し、女性からの指示も視野に入れて、 フルーツパフェをご当地グルメとして、町おこしや観光アピールを行っている。岡山は気候に恵まれ、フルーツ王国の異名を通り、年中新鮮な各種果実が豊富に揃う。季節ごとに、いろんなフルーツパフェを楽しむことができる。この、フルーツパフェの町岡山プロジェクトに賛同するホテルや、飲食店、和洋菓子店など、全51店舗で、岡山県産の旬の果物を、 取材料にしたパフェを創作、販売、パフェの街をアピールする。愛媛県松山市内のある、老舗とんカツ店で、メニューの一つとして提供されていたものであるが、全国的に知られるようになり、とんカツパフェをご当地グルメ、新松山名物として、観光の目玉の一つとしている、観光客もいる。食事後の締めとして食べられる、パフェのことであり、北海道札幌市で発展した。 北海道産の牛乳を使用したソフトクリームやアイスクリームを使用しているものが多く、主に日本産大繁華街として知られるススキのにしめパフェを取り扱う店舗が集合している。ありがとうございます。